1966年8月18日、天安門広場で公衛兵に接見する、毛沢東。左腕の暗証は、総明明が巻いたもの。赤い8月は、もともと文化大革命の1966年8月を意味し、主に期間中に起こった北京での一連の虐殺を示すためにも使用される。1980年の公式統計によると、 1966年の8月から9月までに多くの学校の教師と校長を含む合計1772人が公衛兵によって北京で殺害された。さらに33695個の家屋が略奪され85196世帯が北京を離れることを余儀なくされた。学者たちはまた1985年の公式統計によれば 赤い8月の間の実際の死者数は1万人を超えていたと指摘している。毛沢東と後衛兵。1966年5月16日、毛沢東は中国で文化大革命を開始した。同年8月5日、北京市範大学附属実験高校の副校長、ベン・ナカウンが後衛兵に殴打されて死亡した。彼女は北京で後衛兵に殺された。 最初の教育労働者であった。1966年8月18日、毛沢東は北京の天安門で公衛兵の指導者である総明明と会談した。会合は公衛兵を大いに大胆にし、公衛兵はその後市内で大規模な殺害を開始した。公衛兵による殺害は北京のいくつかの農村地域にも影響を及ぼし、 例えば、対抗大虐殺を引き起こし、その間に、北京の対抗区で8月27日から9月1日まで325人が殺害された。対抗大虐殺で殺された最年長の者は80歳であったが、最年少はわずか生後38日で、22家族が全滅した。赤い8月期間中に用いられた殺害方法には、オーダー、ム考察、 踏みつけ、釜茹で、残首などがあった。特に、乳児や子供を殺す場合は大抵地面に叩きつけたり、真っ二つに切ったりしていた。著名な作家である老者をはじめ多くの人々が、迫害された後、自殺した。この虐殺の間、毛沢東は、学生運動への政府の介入に公然と反対し、公安部のシャトミハルも、公営兵を保護し、逮捕しないように命じた。 しかし、状況は1966年8月末までに制御不能になり、中国共産党中央委員会と中国政府は複数の介入を余儀なくされ、虐殺は徐々に集結した。上海副担大学のキャンパスでの公衛兵の政治宣伝、党中央を地と生命で守れ、猛主席を地と生命で守れ。北京の公衛兵は中国文化大革命における、 赤色テロの起源とみなされており、上海、甲州、南京、アモイなどの複数の都市で、公衛兵の運動を先導していた。これらの場所では、地元の政治指導者、知識人、教師、そして黒五類のメンバーが、公衛兵によって迫害され、さらには殺害された。赤い8月の決定的な瞬間であった、1966年8月18日。 ナチスドイツのホロコーストの前奏曲であった水晶の夜との比較がある。さらに文化大革命中の中国全土でのその後の虐殺とともに赤い8月は日中戦争中に日本軍によって行われたとされる南京大虐殺と比較された。ありがとうございます。